休んでる暇ないんだけど、あの踊る暇もなくて休みたい。これもなくない？これもだよ。普通に踊るこれをだとあれだから、エンタメスプラスとしたらもうこれが例えば決まりにして、はい、縛りを作ってやって、他のちょっと振りがなるこれでみたいにすれば上がるわ。一番上がるのはそれな気がする。お客さんがテンション上がるのはなんかその条件付きでそれやってるっていうのは上がる気がする。縛りや縛り帳り闇売り、単純に純平力をここ出しちゃっていい気がするな。その縛り込み、そこだったら作れそう。足限定みたいな、そういう。ああ、立てた。なんか作るの上手くなってきたかも。単純でいいんだ。単純でいい。音が分かりやすいから作るの楽だから。音に頼っていい感じがめっちゃいい。おもろいと思って、うん、毎回一番好きなのが更新されてるね。できたー。結構見えてます。見えたね。今ので 60% ぐらいいったんじゃない。今日で一気に0から60いったら1週間前、ね、1週間前勝った。勝ちました。勝ちました。勝ったよ。やばいっすね。音聞いてただけでも勝った。ラウンドを10にして初コンテストネタ。いや嬉しい。マジだよ。でもカナダこの曲好きすぎらしくて普段聞きしてるらしい。変わってんな。変わってんな。変わってんな。あんだけいろんなアーティスト知ってんのに。インスト好きなの。勝っちゃった。やった。勝ったなと思って。で3位ですね、多分。多分3位です。今回もできました。でも
多分2位。その顔。多分2位は取った。1位はもう分からん。1位はもういい、別に俺も確かに1位はまあ別に、別にいい、最後に勝てればいいから。今週の2位ネタが今週の2位先に男子独学のやつがいきなりあれができるわけないのよ。みんなスペシャリストですから、みんな僕より先輩なんで心強いっす。じゃあ、パワー、ファーシェイセンエイワンエンツエンセイエンホンエンワンエンエクセンドエイトホンエンから練習が始まりました。メンバーはまだ確定はしてないです。頑張ります。あちらです。ちょっとしかまだやってないんですけど、フィリはもうこの通り、見れば分かる通り汗だくです。今回も汗だくだくな作品になりそうです。毎度ですね、いつもなんですけど、もう汗っかきは大変です。スピードも速いし、汗かいてたくさん踊って頑張ります。誰4つでもいいんだよね。けど怖い。3つある机に立つことが怖いね。よっ。ほら、めちゃくちゃ痛いよ。めちゃくちゃ痛いよ。こっちやりたいよ。1、2、3、5メートル。これ抱っこぽっこみょん。でも、そう、机を。ラウンド10。サポートです。はい。めっちゃ。使ってます道具。今回みんなで組み立ててね、さっきちょっとまだどうなるか分かんないですね、3日前音源担当です、頑張ります。まあ3人でもいいし5人でもいいかな。まあ絵的にさ、ここの 2-2 は重い感じはするんだろうな。か全員後ろ、でも全員後ろ集まるのは今のところ全員でいろいろ動いてるもんね。ちょっと分けた方がいい気がする。ここで沸かせたいんだよ。
しいです。しかも3日前なんてピンチです。本当は1回も頑張ります。1回それやってみて。ただいま10のパーンで当てる。いや、惜しい。スグル史上一番出せない感想な気がした。いやでもすごい、日常の音を使って踊る時が来るとは思わなかったですね。また僕の顔が生かされる時が来たんではないでしょうか。日本前です。半分ぐらいです。今日提出です。多分できないです。ですが今日完成しました。大道具の大体が完成しました。なので今日完成すると思います。何時までのところなんとなんと9時まで。はい、ちょっと焦る、はい、焦る。さすがに3日前でこれは近い近いピンと合わない、ピンと合わない。さすがに焦るね。本当に緑です。ネギです。頑張ろう。スグル遠回りかもしんないけどさ、あ、シギの方がこっちか。あ、スグルこっち、こっち側にいる。あの、これの時内側したら、こっちからもう帰ろうか。あ、微妙、微妙なんだ。あの、透けてるから、後ろが。ピント潰し。やっぱ一人そこ開けるね。開けたらいるね。
日はもうちょっと早く行けるの、はいはい、これ次第。さあ、いよいよ明日ということで今日、いろいろ完成してます。ただまだ細かいところは詰まってはないので今から完成します。優勝したと思うしてると思う。これは決まった許さってパーにして、おとはり。ふぅで、ここはバラがバラチーズ。トクトク。あーで、いきます。言ってたでしょうか、本番。あで、言ってたでしょうかっていうところを見といてください。それではまた明日。 Come here。でここのしゃがむとか開くスピードは、あ、開くサイズを大きくなっていいから、はい、ちょ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 、肩、肩、右足、肩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 、明日ですね。明日本番になりました。久々に、久々っていうか初めてかな、スタジオ延長したり追加でリハ入れたりみたいな感じでなんですけど、まあご覧のようにそうですね、いろんな道具があるので結構大変。延長嫌い。何？延長嫌い。延長嫌いは複雑だからやめて。僕も延長嫌いだけど、みんなのために完成させなきゃいけないから。延長大嫌い。やめてやめてよ。私も好き転んで延長してるわけじゃない。お道具になりました。今まで椅子を数で攻めたりとか、まあ、ネクタイ使ったりしたんですけど、まあ、前もちょっと言ったんですけど、初めてコンテストっぽいネタにするというか、楽曲もリリックなしのインストでなんかすごい、いろんな音を足して作ってもらって、で曲からもう展開をつけてコンテストっぽい感じなので、明日は結構ね、うまく全部ハマれば全然取れるんじゃないかなと思ってます。うん、今までの3位の下りの時にしても、まあ、これはいけんじゃないかなって思ってますね。なのでまあ今日のこのみんなの集中力が相当鍵を握ってるかなって感じなので、本当前日でなんですけど、まあ、みんな本当に対応力すごいので大丈夫かなとこれは思ってます。まあ、アイディアはすごくこの1週間でよく練ってよく喋りディスカッションして、まあ、いい感じにはなったので、練習期間よりもやっぱ制作とか道具の使い方のリハがすごく大事だったので、まあ、これ多分ガンミやった時もチビニティやった時もそうなんですけど、まあ、そういう感じなので、まあ、でも1週間でこれ作れるのは自画自賛じゃないですかね。みんなこれ対応する方もすごいし、これみんなに一緒に考えたのもすごいことなので、お客さんの反応がめっちゃ楽しみです。今回は自分たちがどうだっていうよりもこれは喜んでくれるんじゃないかなと思ってるので、マジでやばかったですって言われるのをちょっと想像して心待ちにして、あとちょっと頑張って、明日はね、俺これ出れないわ。最初の下り以外は出れるんだけど、
あ、そう、今回は結構自分の振り多めなので、いつもは結構パートパートで作ったりとかしてるんですけど、やっぱ最後の振りとか頭のところ以外はね、結構作らせてもらったので、やっぱ揃いやすい振りなんだなって自分で思ったので、最後ここからまた最後のルーティーン詰めて、あ、ザみたいな、ザこういうジャンルみたいな感じの見せれたらいいなって思ってるので、個人的にお客さんの反応を早く見たいなって感じです。意外と落ち着いてます。しゃべれ。売れろ売れろ。いや、シュンゴがね、音出し今回みんな頑張ってるから、やばいやばい、絶対俺らあれ運ぶせた。あ、そうしよう。でもなんか2人しか入れない僕て祭りと春号か。俺も足したかった。ダメっすよね、こういう人。いや、小坊さんって言ってましたよ、ね、ゆかさんが。ほんとほんとほんと、ゆかさんが俺にやらせやらせるの。ガチ俺と誰翔吾。筋トレしよう。筋トレ戦闘。あれ全部運ぶ。これと間違いです。ほんと？逆に気まじい。ほんと？それはほんと？それはほんと。これと間違いですね。やりたい。じゃあ俺は横からなんか指示出してる風な感じの二人に。見えない見えない、ここら辺が見えない。じゃあ下がるのがめっちゃ大事で、ここの上半身が下に行くスピードが大事。ほら、チキ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 チ数的には今78点で、当日のパフォーマンス力で80点とか言っちゃいます。正面の人に限り。そうやね、こういうネタはそうなんだよね。うちの紙イラストレータータクトクリッカーが ARB にお土産をくれました。ジュグが入ってます。おはようございます。おはようございます。イエーイ、ついにラウンド10がやってきました。そしてすごキラ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 でしょ。キラ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 テープ貼ったままで今日は優勝してると思う。今日は多分優勝してると思う。ちっちゃい声でなんか匂っちゃったかも。けど他のチームもなんか気合入ってるっぽいんで、今日はまあいつもよりなんかいつもよりギアが多分他のチームも上がってるっぽいんで、今回も優勝だよ。それ差し置いて今回も優勝勝ってます。今回も優勝、今回は
あざーす。大遅刻、30分の遅刻。本当はね、そこにね、5分遅れぐらいで着いたんだけどね、駐車場がむずいむずい。ありがとうございます。バカむずい。むずいむずい。ここガーデンシアターじゃないですか。シアターってこっちに矢印があったとして、こっち行ったらこっちにシアターって書いてあった。おはようございます。今日は椅子、ドア、机の最上級プラスエプロンの最上級、うん、だね。最上級は何かわかんないけど、なんだ。ベター。じゃあな、ベスト、モースト、ザモースト。おー、そうだね。僕も初めてこんな小道具いっぱい使ったこと、うん、初めてだね。1位。あとはその初めていい称号を聞いた、かわいい。万が一これが外れた時にちょっとやばいから、あんまりブカブカだと怖い。1個下げる。下げます。はい。おはようございます。えい、パン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 スタート。ジグ解禁。何入ってると思う？なんだろう、なんだと思う？みんなのゴーグル。あ、だるま。ハクちゃんのシッケス。あ、わかったわかったわかった。スピーカー。あーあー、それやばいね。お、アクリルスタンドみたいな。あー、AFX の。あはえ、ロイヤルブレッドの。あは、うん、もう一回一度フィギュア。イカもいっちゃう。それだそれだ。おーい、やっぱりね。だるまや。だるま。すーげー。すごい。すごい、かわいい。だるま、もらいました。すごい。当てちゃったよ。これをどっかに組み込もう、今回の作品と。今から。いつものシリーズですが、ちゃんと全ディレクターにもダンサーさんですかというのを聞いてるらしくて、恥ずかしくなってました。恥ずかしい、恥ずかしいです。なんかやつこだわってたんだなみたいな、恥ずかしいっす。皆さん、おみがありがとう。助けてね。今日はゆっくりやっていきますよ。早速道具かぶりが。よろしくお願いします。今日はあります。滑らかに見てみたら、どうしようかな。じゃあすごくない？すごくない？ここタッカーあるんだよ、意外と。なんかそう、これちょっとあのデザインっぽく見えますね。いい感じ。ここのこれなんていうんだっけ、あのフリンジ、フリンジ、そのフリンジを取って、すごい。あ、こっちだ、こっちだな。ああ、黒じゃない方がいいかも。こっちの方がいい。でもカジュアル。こっちの方がカジュアルですね。そうだね。作業して。仕掛けてる。はい、仕掛けてます。仕込んでます。これでいいか。あ、わかりました。多分やばいよ。リハ前ですけど、髪の毛だけやってもらいました。メイクはリハ後にやります。リハがなんか14時からウォームアップエリアなんですけど、誰も来ていません。暇です。頑張ります。来た。パッチリです、もう。これに、これに、エプロンに、青シャツ。何枚着てんだろう、1、2、エプロン入れたら4枚。あっちいいです。汗かきの日和が4枚着て踊るという。今日は どれぐらい汗かくんだろう。Thank you. 頑張ります。知らんかった。え、あ、やめて。今日はこういう感じ。お、すごい立体音響、左右から声が聞こえる。わあ、すごい。あの
立体音響、左右から声聞こえる。うわー、そう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 、順調、わあ順調、左右から順序が聞こえる。これまたバンドついてるから順調、わあ全力でまたバンドケースに食い込んで、ハンバーグ、左からハンバーグが、ハンバーグ、あ、ハンバーグ必要だガーン、はい、おっす。今日はこの中に着てる青いシャツがこう上にずってこないように股ゴムをしてるんですけど、こういう風にね、なんだこれ、なんでもない、今日の股ゴムはすごい、重いね、すごいね、これね、こうなってやろうね、コマね、血もびっくりね、でも外からじゃ分かんないね、すごいね、このシステム、この世の摂理ね、よーい、スタート、頑張ろうね、ボタン行かれますよ、おいおい、同じ？はい。
1, 2, 3, 4 うわ、3人で行って、これあー、くそ これ、置いていいのかな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。雄大、ちょっとこっち来れる？雄大とタケちゃん、じゃあ、端から見てほしい。20分経ったら、はい、お願いします。今とかだったって入り何すんだまだ入りが決まってません。熱い。始まりそ下どっちかは無理。もうあれカンタが下行っちゃうから絶対2人は上からじゃない。1人なら下上下にすればいける。なんかあそこがっつりも2人飛び越える飛び越えるって感じが見えちゃうから、うん、最後の全員いなくなった感じが、シリが下からんだ。ちょっとだけやっぱ上ががっつり一番見えちゃうから、それはあそこで練習しないとだ。そうですね、1人にするんだ。
前はもう全然いい。ああ、よかった。正面はすごい。ああ、ほんとだ。乗るときのところが丸見えだね。丸見え。丸見えっていうか、まあ。でも、まあ。まあまあまあ、隠れてる方よ。でも、下からの絵は、下からカンって出てくるのすごいよ。ほんとだ。はい、あれだけ気になるね、高台と日和が渡すシーン。僕と解いてたの？どうしようもないよ。あ、でもだから高台が受け取るときに、もう高台がドアのとこまで行かないと。リハを終えました。完璧です。昨日完成したとは思えないぐらいに完璧です。意外と後ろの幅が広くて狭い想定でやってたので余裕です。着替えの、ただ本番あのステージの魔物が潜んでいる。その魔物がこう邪魔して上着を脱げないとかさせないためにも集中はしていきたいと思っている。ちゃんと真面目なこと喋ってるつもりね。今回はこういう感じのネタね。ほぼデリシャスコーヒーね。ほぼね、ほぼデリシャスコーヒー。あのネタ好きだからいいね、これはいいね。ほぼデリシャスコーヒーね。今これサスペンダーの代わりにベルト巻かれてるけどね、ユタさんトイレ行っちゃったからね、あんまする必要ないね。決まってるね。襟がなくなったね。襟がなくなってこうしてたら結構いい感じになってるらしいね。ただ自分では見えないからどんな感じになってるか分からないね。まあ今しゃべれるのはこれぐらいからね。よからのからのからの次は、はい、いやーうまい、いちいちうまい、すごい、うん、すごいすごい。よりは頑張る。もう聞けないです。ワン、ツー、スリー、フォー。好きな感じでいいから、ただ一個一個の表情に、一個一個の動きに表情をしっかり合わせてる感じがいい。ワン、ツー、スリー、フォー、テンパー。ここめっちゃ大事、フォーエン、超大事。ここの首が緩いから、キャッキャッチ。あと、スッスッ、下、上ぐらいの感じ。テテ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 テ結構強めでいいかも。ちょっとそこ音美味しそう。やばここは揃わんねえ。もう一回行こう。他の人
人はちょっとほろ酔いっぽい感じで。ほろ酔い。ほろ酔いじゃない。どのか。どうなんかどこのチームもやっぱりルーティンとかすごいな。こういうところでそんな衣装との差が出ないのは俺らだけど、そこだけしっかりなりきっちゃう。もう一回よ。なんか自分で決めてる？決めてるのにでも決めてるのに本当に決めなかった。決めててもね、自分のこれがずれるとどうやってずれるか、どれだけ自分の性格に似てるか。ここの3人の多分顔が結構大事で、一番見るのはここ3人だから、だからもうここら辺とか右に寄せてもいいし、ただ何も素でやるのがいいの。好きにつければいいから、なんかつけやすい手とかつけてもいいから、ワン、ツー、フォーの戻りのスピードが一番大事。ワン、ツー、スリー、フォー。一回止まって、いきなり行く。ワン、ツー、スリー、フォー。チキチキチキ、ワン、ツー、スリー、フォー。どうかな、みんながよければ10ユニフォーム。少しでオープニングです。いっぱい揃えたので大丈夫だと思うんですけど、ここからまた揃えの作業を再三やっていけばいいんじゃないかなって思います。ただ他のチームを見たんですけど、多分マジですごいチームたくさんあるので、もう自分たちの作品を信じてで、しっかりみんなでもっと息を揃えて、今回は一番バチ揃えと表情とギミックがすごく合わさった作品になればいいなと思ってますので、あとはもうみんなを信じるのみでございます。もうすぐです。もうすぐです。もうすぐです。はい、大丈夫です。もうすぐです。もうすぐです。もう今です。じゅんぺい、行こう。もう始まってますね。アップです。もう少しで本番です。練習で失敗してないのが怖い。練習で失敗してないのが怖い。いくよ。うん、いこう。だから大丈夫。今回コメント映像のやつの右上に絶対に失敗できない大先輩遊びに来るってなってるから、もうみんなはめっちゃ眠いんだけど絶対練習できないっていうテンションで入場してます。いつも俺だ。一人一人見せてきて、だからもうみたいな。
うまっみたいなやつやってほしい。エンジン、エンジン、エンジン、ゴー、エンジン、エンジン、エンジン、道具のパターンと踊りのパターンがあるから、そこの切り替え、冷静さがすごく道具の時に大事なので、表に出てる時はアクティングすごく大事なので、道具の時は冷静に、怪我だけしないようにしてください。はい、で、多分本当にすごくいい賞になってるので、ダンスのところをすごくはっきりしてほしいので、最初と最後が特に、一番最後衣装変わってすごいってなってる状態でダンスが微妙だったらすごくあれなんだけど、あそこですごくファッション出して思いっきりいけばすごくいい賞になると思って、で最後まで集中して気抜かないでギリギリ最後ケリーさんが喋り出すまで集中してやってください。あとは今回は特にみんなを揃える振りだと思うので、一体感、すごい空気感してる感じで、楽しんでやってください。はい、いけそう、はい、いいよ、はい、じゃあ、うん、嘘嘘、普通のやつやあ、マジで超楽しみなんで楽しんでください。はい、ラン、はい、よし、頑張りました。よし、どうも、よいしょ、よいしょ、ハグ、よいしょ、よいしょ、はい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 、よいしょ、よー、せーの、1、2、3、はい、頑張るよ、いけない、はい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 、頑張らない、お願いします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 、ちゃん、ああ、じゅんちゃん、よし、頑張るね、1、頑張って、あ、行ってきます、これが1位じゃなかったらここでビハインド終わりです。バイバーイ、遠足行ってきます、バイバーイ。あれ、終わりかけてみよう、おわけたりこういうことやるよ、はっ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 、顔面狂気した、うわっ、今回日和顔面いいから、やっぱうわっ、うわっ、絶対いける、絶対いける、絶対いける。
いよ顔。いいよ。いいぞ可愛いぞ、みより。よし頑張れ、ここから。これは1位。これは今んとこない。今んとこない。今んとこない。これはマジで頑張ったね。ワークショップなんかしてる場合じゃないで。けどこれができるってことだから、ワークショップどんどん呼んでください。これから。4日あれば。4日あればいけます。マジ結構完璧だったんじゃない。あれ。間違いなくいいよ。あれタイミングパーフェクトで、うわなった俺も上がった上がった一回目つぶった、ね、ドアの前でこれおもろ一回カウントちゃんとこれ数えたこれお前のそれおもろい嬉しいです73点取りました練習日はこれが一番少ないラウンドで一番高い得点取れたからやっぱ練習を少なめにした方がいいと思うね。これから多分リハーサルとか1時間でストレッチとアップして20分リハして終わりでいいと思います。はい、あ、終わりました。めっちゃ緊張したっすけどなんかまあ大丈夫だった。超緊張したけど大丈夫だった。ありがとうございます。羽織るだけだけ。ここで止まれんだ。ここで止まれんだ。これは高いぞ。これは。さあ第7ディニングに1ディニング。残すは8。それでは参りましょう。
やばいやばい。ありがとうございます。いつもありがとうございます。最高。マジで嬉しい。なんか、うん、合図が来ますから、みんなとお付き合いください。お願いします。そして、現在、どんな感じで、ありがとうございました。それでは会場の皆様、改めて優勝したエイペックスロイヤル祭に大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。初めてやから分かんないのよ。言った通り、言った通り、初めてやから分かんない。あ、ってことはビハインド見れてるね。見れてるね。見れてるね。きさー、嬉しい、マジ嬉しいけど、意外と涙は出んの、ね、意外と涙は出んのよ。どうしたの、忘れちゃった。ん、嬉しい。ありがとうございます。ちょっと悔しいし、はい、うん、だと思う。まあ、ARB としてやっぱりいろんな逆境があったので、やっぱりメンバー全員変わったりとか、一回コロナで出れなかったりとかもあったので、なんかよく諦めずにいけたなっていうのがあったので、うん、なんかそうですね、安心したのが強いかなと。じゃあ、囲み取り以上とさせていただければと思います。ありがとうございました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 。初めて囲まれたから、もう全然どこまでやっていいか分からなかったです。あーは、こういうのやりたかったんだけどね。全然ダメだったね、多分。これも初だから分かんない。来たよ。はい。作りたいと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。お願いします。次回コーナーなども期待しております。改めまして、エイペックスロイヤルブラッドの皆さん、優勝おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。行くよ、あの俺行くよ、ほらもう行くよ。ちょっともうちょい行きたい、もうちょい行きたい。また来てください。いえいえ、はは、シャンケルシップ向けて、本当にごめん、3個作んなきゃいけないんですよ。そうワイルドだったらね。そうですよね。あれっすよね、でもあ、そうか、ワイルドじゃなくても3位と4位もそうだ、3個だ、3個、2ラウンド頑張れ。きつい、マジきついっす。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと言ってたもんね、俺も1位。
取った。取ったね。いや間違えなくてよかった今日も俺。すごいね。すごい。マジすごい。最近すごい。全部間違えない。うん。言った通り。今日は言った通りね、1ね、取れたね。まあでもね、ジャッジポイントはね、1点差でね、2だったので、まあ、いつものごとく、皆さんに助けられてます。ありがとうございます。次は1番なんですけど、1番で、1番いい点数出して、そのまま1番で帰りたいと思いますんで、楽しみにしててください。楽しみにしてください。ごめん、ごめん。いやおめでとうございます。ありがとうございます。いや本当に最高です。いや俺らより一番嬉しいんじゃないですか。いやいや本当みんなめっちゃ多いよ。いや外したらどうなるの。1位の目この動画の締め、この動画の締めだって。いや取れたっすね、やっと。本当にもうすごくありきたりでテンプレートなんですけど、応援していただきありがとうございます。応援してくれる方々のおかげで、取れました。もちろん今日キサンドクライドも話したんですけど、無茶ぶりにすごく対応してくれる、ね、スタイリストさんとか、ね、もうわがままばっかり言ってやれたのでやってるので、僕たちが1位取ることがやっぱり結果、みんなのね、なんだろうな、感謝の形として一番伝えやすいんじゃないかなってすごく思ってたので、なんかやっとよかったねってなりましたね。いやあとはやっぱり自信があって、コンテストのネタっぽいのを作ったら1位取れんだなっていうのをすごく思って、いやなんかこれは調子乗ってるとかじゃなくて、やっぱそういう風に力を込めるとこういう結果が出るんだなとかすごく感じたので、うん、なんかでも多分だからこういう感じの賞をずっとやっていくっていう感じではないと思ってて、やっぱりね、もっとやりたいこととかもっと表現したいことたくさんあると思うんで、これをなんか、そうですね、あと2回あるんでとりあえずは、あ、しました。変わらずっすね、うん、多分ファンの方々は1位とってうわーってなってる姿を見たいと思うんですけど、それはメンバーのみんなの役目で、僕はやっぱり1位取っても最下位だったとしてもこの次のラウンドのことを考えなきゃいけないので、全部終わった後にうわーってなれるように頑張りたいですね。とにかくでも本当に今撮影してるコーディもだし、スタッフ全員だし、メンバーのみんな見てくれる人、ファンの方々全員に1位を見せれてよかったです。あと数回ですけど、まだお付き合いください。よろしくお願いします。ありがとう。締め。新しい締め。やりたいっしょ。やりたい。せーの、締め。 So free, 自由にダンス on the rain。 So free, 自由にダンス in the rain。 他と同じじゃん、 I don't wanna be the same。 このまま突き抜け。